オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。オフィスシオン FM しきたりアカデミーでは、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。今回のシリーズは日本墳墓誌です。最近自由葬であるとか個人墓などお墓が話題になることも増えていますが、長い歴史の中でどのように墓が移り変わってきたのか、日本墳墓誌と題しまして墓の歴史をたどってみます。ご紹介しますのは、今日は鎌倉時代1185年から1333年です。鎌倉時代は、鎌倉では武将僧侶の埋葬方法に平地と櫓の2つで行われていました。寺院などでは、平地埋葬では五輪石塔の墓標を立てて周囲に墓の域を区別するとの土位を巡らしています。もう一つの形態は、他の地方では見られない櫓です。町の三方を取り囲む山々の裾野や山腹に無数の岩穴を開き、中に五輪塔などが収め、岩壁や金箔で極楽浄土が描かれています。内部には高潔がうがたれ、そこには仮想骨が収められているんです。平安京の制度を取り入れながら都市化を進めていた鎌倉幕府にとりまして、平地の少ない鎌倉の周囲の山々に特殊な櫓が作られたものと思われます。櫓に葬られたのは中世の鎌倉人の一部で、一般庶民は平安京の上谷と同じく周辺地の谷間の装置に送られたり、あるいはその付近で火葬され、共同の納骨の穴などに埋葬されたのであろうと言われています。今回のシリーズ日本墳墓誌、今日ご紹介しましたのは1185年から1333年、鎌倉時代の墓の様子をご紹介しました。今日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただけます。また皆様からの質問、ご意見、ご感想も募集しています。お寄せいただきました方には、葬にまつわる体験談集、時を超えてを漏れなくプレゼントいたします。ご意見、ご感想は住所、氏名をお書きの上、メールの場合は info@nara.fm、 ファックスは074224-8422、郵便の場合は郵便番号 630-8334、 奈良市西の新野町43番地、奈良 .fm オフィスシオンの係までお送りください。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りしました。